マルクス兄弟、またはマルクスブラザースは、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市出身のコメディ俳優グループ。1910年代から40年代にかけて、舞台、映画で活動し、後のコメディ業界に大きな影響を与えた、チコ、ハーポ、グルーチョ、ガンモ、ゼッポの5人兄弟。中でも、チコ、ハーポ、グルーチョの三人が俳優活動の中核を成しており、 特にグルーチョはグループ活動が終わった後もテレビラジオに活動の場を移し成功を収めた若い頃のマルクス兄弟両親と共に左からグルーチョガンモミニーゼッポフレンチーシコハーポユダヤ系ドイツ移民を両親に持つ家庭の貧しさのため学校を中退し母親のミニーの指導で習い事を覚える自ら芸人を両親に持つミニーので 兄弟はパフォーマーとしての資質を育んでいった。ミニーのマネージメントに従って、兄弟はボードビルの旅回りの一座の舞台に立ち、アメリカ全土を回る。実際には1886年に誕生し、同年に死去した長男マンフレットが、チコの上にいる。なお、グルーチョの発音はグラウチョの方が正確だが、日本ではグルーチョで定着している。活動の初期から彼らは、 音楽の才能が卓越していた。特に、ハーポのハープ演奏の技術と、チコのピアノ演奏の技術は突出しており、後の映画では二人の演奏シーンが定番になった。兄弟のパフォーマンスは当初は音楽中心だったが、1910年代に入り、次第に喜劇を中心に活動内容を変化させていった。1915年には、末っ子のゼッポが舞台に参加し、 短期間ながら5人兄弟が全員揃った公演が行われている。その後バンモが第一次世界大戦に徴兵されたため、グルーチョチコハーポゼッポの4人兄弟での体制が生まれた。この間に彼らはそれぞれのキャラクターが確立していった。グルーチョは口ひげや前鏡の独特な歩き方で早口でまくしたてる性格をハーポは全く喋らないスタイルをチコは イタリアのあまりの喋り方を設定し、これらのキャラクターは後年まで演じられた。ゼッポは演技に際立った特徴をつけず、ツッコミ役に徹していた。彼らの演劇は上流社会を風刺することが多く、アドリブを多用した自由な景色が特徴的だった。その独特のユーモアが人気を博し、1920年代には兄弟はアメリカを代表する喜劇グループに成長した。 彼らはミュージカルレビュー、アイル・セーシー・イスでブロードウェイに進出、雑誌、ザ・ニューヨーカーの批評家、アレクサンダー・ウールコットに絶賛されたことで注目される。続いて2つのミュージカルコメディー、ザ・ココンツとアニマル・クラッカーズを世に放った。タイム誌の表紙を飾る4人の兄弟は1929年にパラマウント映画社と契約し、映画業界に乗り出した。 最初に制作した2作は、ブロードウェイ時代のザ・ココンツとアニマルクラッカーズの映画化であるココナッツとケダモの組合である。第3作、インチキ商売からはオリジナルの内容となり、第4作、ご冗談でしょはタイム誌の表紙を飾るほどのヒット作となった。世代的には、サイレントコメディ映画の喜劇王たちと比較すると、チャールズ・チャップリンと同世代で、 バスター・アーキートン、ハロルド・ロイドよりは、年上だった。が、映画が、トーキーの時代となり、喋りと音楽で笑いを取る彼らの出番が来て、ようやく映画が作られるようになった。そのため、映画が作られ始めた時点で彼らの年齢は、すでに、40代前半から30代後半であった。その高年齢で、あれほどの動きを見せたのは、長年の舞台での修練の賜物というたない。 兄弟が人気絶頂の頃、チャップリンがせめて君たちのように喋れたらな、とグルーチョにこぼすと、あなたはあれほど火星で、まだ欲張るのかね、と言い返されたというエピソードが残っている。舞台時代の演目を映画化したものが多い初期の作品はアメリカの大不況の時代でもあり、彼らの過激で競争的な笑いは時代に絶望していた庶民を大いに引きつけた。チコ、グルーチョ、 ハーポ、1948年しかし、1933年に公開された、我が輩はカモであるは、工業的には失敗してしまった。同作は現代でこそ評価が高いものの、そのあまりにも、先進的かつ、高頭無形なギャグと、政治色の濃い内容は、当時の批評家、観客に受け入れられなかった。パラマウントとの契約が満了した後、ゼッポは、 ガンモと共にタレントエージェンシーを設立し、俳優活動を離れた。クルーショチコハーポの3人は、ビンワンプロデューサーで知られるアービング・タルバーグの意向も、あって、メトロゴールドウィン・ベイヤーと契約した。映画の内容も、タルバーグの意向に沿い、アドリブや破天荒なギャグが減らされ、ストーリー性を重視し、1935年公開の MGM 専属第一作、オペラは踊ると、 1937年公開の第2作、マルクス一番乗りの両作は、マルクス兄弟最大のヒット作となった。1936年にタルバーグが休止した後も、1941年まで、いくつかの作品を MGM で制作したが、往年のさえは見られず、兄弟は映画界からの引退を決める。しかしその後も、 チコの借金返済に充てるためにユナイテッドアーティストでマルクストリモノ町とラブハッピーが制作され、これが兄弟の最後の作品になった。テレビ出演のために5人兄弟が揃う。左より、ハーポ、ゼッポ、チコ、グルーチョ、ガンも1940年代以降、チコとハーポはそれぞれマイペースに音楽活動などを行った。グルーチョはラジオ番組や テレビ番組でホストを務める傍ら、作家としても、精力的に活動した。兄弟が揃う機会もあった。映画、ザ・ストーリー・オブ・マンカインドや、テレビシリーズ、ゼネラル・エレクトリック・シアターの1エピソード、ザ・インクレディブル・ジェル・ロブリーには、グルーチョチコ・ハーポの3人が出演している。1957年には、ゼッポ、ガンモも加えた5人兄弟でのテレビ出演もあった。 1960年頃にはビリー・ワイルダーの手によるマルクス兄弟の新作映画の企画も存在したが、1961年のチコの死によって白紙になっている。チコとハーポの死後、1974年の第46回アカデミー賞において映画界におけるマルクス兄弟の業績を称えて存命だったグルーチョにアカデミー名誉賞が贈られている。 ナンセンスでスピーディーなギャグで有名。ハーポの基本的な動きとグルーチョのナンセンスなマシンガントークが最大の売り。イタリアなまりで喋るチコはハーポとコンビでの役柄が多いが喋らないハーポとグルーチョとの間のコミュニケーションギャップの通訳的役割で笑いを取ることも多い。また、ハーポのハープ演奏、チコの指一本でのピアノ演奏も売りであった。ちなみに、 グルーチョのヒゲは最初はつけヒゲだったが、後に黒く塗るようになった。淀川長春はマルクス兄弟について映画ではなく舞台であると発言しており、実際彼らの初期の傑作は舞台でのボードビルコメディをほぼそのまま映画で再現したものである。ほとんどの作品でグルーチョの相手役として裕福な老婦人役を演じたことで知られる女優マーガレット・デューモンは、 彼らの私生活は彼らのコメディ同様の大騒ぎだったと語っている。日本のコメディアンたちに与えた影響も大きい。横山円達など戦前のコメディアンにはグルーチョの影響を受けた者が多い。浅草の喜劇人で円達と同様、吉本工業所属の永田キングもグルーチョの紛争、メイク、動き、レトリックをそっくりそのまま真似て和製。 マルクスを自称し、主演映画も撮っている。戦後では、ザ・ドリフターズが、偽の鏡、グルーチョのヒゲと動きなど、彼らの芸を一部、オマージュしている。アンドレ・ブルトン、サルバドール・ダリをはじめ、クロード・レヴィストロース、アントナン・アルトーなど思想家たちにも愛された。ウディ・アレンや、テリー・ギーリアムも彼らの大ファンで、多くの作品で、マルクス兄弟作品からの引用を行っている。 世界中がアイラブユーのラストシーンでは全員がグルーチョのヒゲをつけていた。日本では小林信彦、筒康隆、立川男子、ケラリーノ・サンドロビッチ、伊藤聖光、影山民夫、村上春樹らが熱狂的なファンである。イギリスのロックバンドクイーンも4枚目のアルバムをオペラ座の夜5枚目のアルバムを華麗なるレイスと、 マルクス兄弟の映画のタイトルを題しており、影響がうかがい知れる。ありがとうございます。